江崎道夫のネットブリーフィングこの番組は者さんのご協力で配信してままいります今回のテーマは台湾情勢についてなんですけれども最近江崎さん台湾ではなく沖縄にはい、はい、行かれたそうなんですけれども3月のですねあの、まあ、あの11から13ちょっと沖縄にですねあの、まああのまあ、歴史問題と、まあ、あの安全保障の関係で、まあ、調査も兼ねて行ってきまして。 であの沖縄にですねあの全国の沖縄戦で全国からですねあの、まあ、あの当時第二、まあ、大東戦争の時に日本の人たちが助けに行って全国の県の慰霊塔があるところご存知ですよねはいマブミのがですね、はいあの丘にですね全国の,あの全各県の慰霊塔がずっと立ち並んでいるところがあるんですがそれの一番奥のところにですね去年あの台湾の塔っていうのができたと。 いうようよなことがありましてであの写真出ると思うんですがこの台湾の塔ですねあのあのあの蔡英文総統がですね碑文を書いてましてあの2016年の8月15日にできているわけですがその碑文がですねとにかくすごくてですねこれまあ出ると思うんですがまずあのですね あのこの台湾の党は要するに先の大戦に台湾から参戦し参下された参下ですよね軍人軍属の御霊を異例検証する日でありますとで検証っていうのは褒めたたえるという意味なんですねだからよく頑張ってくださいましたでなおかつその台湾でから当時台湾、まあ、日本国籍だった台湾の方が 戦ったことは自らが命を犠牲にしていた人を救おうとした行為は国家民族問わず人道の藩として褒めたたえる語り継がれないといけないみたいな碑文を書いててですねその先の大東戦争で台湾人は犠牲になったとか侵略戦争とかそういう言葉が全くないんですよ。これだからもうう僕あの改めてて台湾のの人たちっていいはすごいなと まあ、あの素直に僕はこれ見て感動しましたよね。うん、確かあのこの志願兵もすごい倍率だった,みたいですよ、ね。そうです。よねそうです。あ、よくご存知で、はい、あのすごい志願兵、あの当時台湾の人たちは。大東亜戦争に参加したいと言って、決勝弾願して、はい、台湾の方々が多数。まあ、あの、まあ、よく大体三万人、あ、二十万人ぐらいの方々が。まあ、あの大東亜戦争をですね、日本とともに戦ってくださった。 でそれ感動してですねかえってあの那覇のホテルに帰ったらですねあの何、ー、ていうのかな中国の国営放送で CCTV っていうのがあるんですね日本でいう NHK なんですけどそれがですねあのつけたら詳しく日米合同訓練についての説明をしてるんですよ。うん であのですね、もうあの詳しくその日米合同訓練の意味はどうなのかとか今回配備された輸送機っていうものはどういう能力を持ってるのかとかあの日本としてはあの北方領土と要するにあの日本海と南西諸島と3方面における海軍力の増強を高めることをやっているとかあの米軍とのデータリンクを強めていきながら。 あの要するにあのきちんとあの、ね、あの完全にあの海空の把握をしようというふうにしているということについてですね詳しく説明してましておおこんなに詳しく説明するんだ <laughs> ぐらいあの説明しててまあ,あの言,い言い方良くないんですけどあのクララの桜林さんの番組あのぐらいのレベル。 のややつをです、ね、やって中国人の国民に対して安全保障に関する情報を中国は懸命に与えているでなおかつです、ね、日本に対しても批判,、まあ、批判的なこともあるんですがもちろん揶揄しているところも若干あるんですけども侵略してダメだとか日本,軍は日本は治療が足りないとかです、ね、軍事力が足りないなそんなこと言わないんですよ。日本は日本本はでしたたかにやっているでそれに対抗するためにあの我々も下降りで頑張んなきゃいけないんだと。 いう意味で防衛費を増やさなきゃいけないということも含めたことを理解させるような番組作りをしててな,なんていうのかなこのあの軍事に関する情報を国民に懸命に中国を与えているでそれで帰ってきたんですねあのあの日の13日の日に月曜日に,日本にあの東京に帰ってきて NHK で9時つけたらあの冒頭が森友学園。<laughs> ニュースのトップが森友学園で,でその後あと特集番組でも森友学園。情けなくななりますななん,なんというのかねこの,あのこと安全保障に関しては国民の知る権利を保障しているのは中国の側のテレビ局で日本のテレビ局は全然このそういう配慮がないなということを思ってですね で非常に厳その時にやっぱりそれであのやっぱ中国がやっぱその南西諸島のことも含めて言ってたらやっぱり台湾情勢でこれ関連してあの東日本大震災の,です、ねあのまあ、政府式典が3月11日に行われてであの、まあ、当時義援金をたくさんです、ね、あの外国の人は送ってくれたんですが、まあ、世界の中で一番義援金をたくさん送ってくれたのが台湾で約200億円。 ところがあのその追悼式典にです、ね、あの当時、民主党政権だったんですけどあの台湾の代表は一般参列者と同じ扱いしちゃって、うん、200億のお金出してくれた台湾の代表をちゃんと偶しなかったって言って当時、国民がもう怒っちゃったんですね。そうで、すよねね怒りますよ、ね、これはであの翌年なんですけどえあなたも台湾に行ってたんでしょ そうなんです義援金を頂い,いたその翌年に向こうの台湾の学生と交流する機会を頂い,いて、うんはい、その八田洋一さんの作られたダムに行ったりとか、うん、そういう200億の義援金をありがとうございますということで向こうの学生と交流しやっぱりね八田洋一の話とかはまああのね随分知れ渡っているけどもあの日本ではそれでもあんまり知られないんだけど向こうでは えと台湾の学生は結構知っていますね、そのお墓にもやっぱりじゃあ、まあ、そういう認識台湾以内の感じで日本と台湾の絆というものを再評価するという動きなんですかね。そうです、ね、でもあまり日本ではそういうことは見られないのでちょっと残念というか、もったいないなという気はしますね,、はい、だ,かねだからそれぐらいやっぱり台湾としてはあの、まあ、市場、しっかりやってて。 でで今年の3月11日の式典も結局、台湾は出てくれたんですが台湾を他国の代表と同じように扱ったために中国は一貫して欠席を続けているという状況で,です、ねまあ、日本はもう明らかにやっぱり台湾とのシンパシーがあってでトランプ政権になって海兵隊員を台湾にも派遣しようというニュースも出ているでこれ、僕はあのアメリカの海兵隊の幹部と付き合っていてですね あのアメリカの海兵隊はあの台湾の海兵隊を育成するためにアメリカの海兵隊は一生懸命台湾に対する軍事訓練とか一生懸命やってきたんですよ。でこれはあの台湾とモンゴルの海兵隊ですから韓国の隊ですねで日本この4か国の,あの海兵隊機能を強化することでいやあのエアシーバトルも含めた強化をしていこうという動いてやってたんですが台湾にはですね海兵隊の人は海兵隊として入れないので。 どういうことですかこれですね、要するに、一つの中国といって、うんあの、台湾を国家として認めないということを中国は言ってて、それでアメリカの歴代政権もそういう中国共産党の意向に配慮して、あの軍人を正式に入れることはしない、ただしあの、その海兵隊の人は民間人の立場で台湾に入って、うん、台湾の海兵隊の育成をやってるから、実質的にはやってるんです。うん ただそういうふうにして,思ってあの使い分けをしていたんですがあのトランプ政権になってあの台湾のに海兵隊の、まあ、正式に海兵隊の人間として派遣するという形であの、まあ、トランプ政権はです、ね、あの台湾政策というものを大きく見直そうとしている、まあ、僕はそれはいいことだと僕は思っているんです。 でそういう意味ではあのトランプ政権になって台湾,の関係台湾の安全保障状況っていうのは格段にねこの改善していくんじゃないかっていう話なんですがあのこれじゃあその台湾をですねあの中国の脅威から守るのは、まあ、アメリカの役割なんですがそのアメリカのトランプ政権以上にあの台湾の命運に対して あの大きな影響力を発揮しているのは実は実日本なんですよこれ、まあ、あのいろんな点があるんですがあの一つはですね2、まあ、つあるんですけど大きく、はい、一つはあの中国のこういう軍事的な侵攻やミサイル攻撃や潜水艦やです、ね、海軍に対して台湾も武装しなきゃいけないんだ、ね、で武器が必要なんですがとりわけ必要なのが潜水艦なんです。潜水艦、うん でその潜水艦に関して言うと、台湾が欲しい潜水艦というものを要するにアメリカ台湾政府はなんとか欲しいんですが、アメリカはですね、原子力潜水艦っていうのは作ってるんですけど、うん、通常型の潜水艦を作る能力を持ってないんですね。はあ、その能力を持ってる国というの,はというのがあのまああのもちろんフランスとかドイツもあるんですが、うん、やっぱり日本なんですよ。はあ、日本なんですね。だから、うん、あの実は。 あの中国の海軍に対抗できる軍事能力を台湾に与えることができる力を持っている軍事的技だからでも日本は、まあ、武器資産原則を改善したといってもじゃあ台湾にその潜水艦を供与できるのかいやーこれ、ね、僕やってほしいと思うんですが。 あのそれが本当にできるのかどうなのかっていう問題があってでアメリカの軍の連中、まあ、メンバーとしてはじゃあ、ね、もう場合によってはね,そのあのね日本の、ね、潜水艦を作る能力を持っている技術者をアメリカの軍事会社が引き抜いて。 アメリカで潜水艦作ってね台湾に供与するっていうこともしなきゃいけないんじゃないかみたいな話がまあ,あの、まあまあ、要するにまあ,あのまあ半分まあ与太、まあ、話、まあ、茶飲み話ではあるんですがそういう話が出るぐらい実は日本の潜水艦技術といだからで問題はじゃあ日本じゃ潜水艦をたくさん作れるのかっていったら、まあ、これ桜林さんの専門でしょうけども。 あの年間一隻作るのが精一杯なんですね、それはやっぱり、はい、あの潜水艦ってもう、すごい技術の塊なので、うん、そう普通の人は多分ねあの、ねあのね、会社が作るぞって言えば、たくさん作れるんだぐらい思ってますけども、やっぱりあのあの、軍需製品っていうのは、ものすごい時間とお金と労力がかかるので。うん あのでそういうふうな形でやってて、いまずそこの潜水艦の脅威の問題、もう1つはそもそもですねあの、まあ、前回の番組でも言ってるんですがあの、まあ、尖閣諸島海域にも中国のです、ね、軍艦や,、まあ、や戦闘機や、まあ、あのいわゆる海艦といってです、ねまあ、あの日本でいう海上保安庁の船がどんどん,どん,どん,どん来ているで、日本の漁船はもう先尖閣に行けない状況になっている。 でもしこれ、尖閣と日本がですね実効支配権を奪われると尖閣を取られるともう台湾は中国海軍にぐるーっと囲まれてもう終わりなんですよ、事実上。はい、だから南西諸島を日本が守れなければ台湾は軍事的に終わるという意味では あのまあ、要するに日本と台湾は、ね、軍事的運命共同体だというふうに皆さん言う文字通りそうで運命共同体で台湾のことを考えれば南西諸島防衛を下ぐるいでやらなきゃいけないんですがあのその3月のです、ね、だから11から13僕沖縄に行って、まあ、自衛隊の人たちと話をしてたんですがここで問題なのは予算予算。<laughs> 予算 <laughs> もう予算あのお金がないのであのスクランブル発進もあの中国側がですねあのもうすごい勢いで来ているのでもう毎日毎日スクランブル発進して整備とパイロットでもう追いつかない状態で。あの でいや安倍政権としては一生懸命ですねあの中国に対抗してあの沖縄の基地の強化をしてるんですけどもというふうにかく予算があらなくてで、まあ、ある自衛隊の、ね、ところに視察に行かせてもらったんですがその大きな説明するブリーフィングする場所に行かせてもらったらものボロなのでこれなえどういつできたんですかって言ったら戦後、米軍が作ったやつをそのまま使っていると。 じゃやちょっとトイレ行きたいんですかって言ったら「いやこの米軍の施設はもう昔作っててトイレ壊れてそのまま直してないんですと」とだから「ちょっとトイレ頑張ってください」って言われてあの「別の施設に行ったらトイレがありますからそこまで頑張してもらえませんか」って言われてしまってまあ,あの冗談みたいな話でそのトイレを修理する費用も惜しんでる。 こまでお金が足りてないといとうかだからぐらいの状況でもうカツカツの中ででもほらその災害出動だピースキーピングエベレスの国連平和1月堂だあの共同訓練だもうやることは山ほど増えてるけど予算がそれに伴って増えてないのでもちろん安倍政権って増やしてるんですがなってないとだからいい意味でまあ,まあいつも言ってるんですがで防衛費 GDP2% 額でいうと約10兆円ぐらいちなみに中国の防衛費はですねあの名目で17兆円ぐらいと言われているんですが実質的には50兆円と言われている50兆円10倍,10倍です <laughs> あのぐらいと言われているあの、まあ、あのその正確な数は中国は出していないのであくまでも想定の数なんですがでそれぐらいのお金のかけ方が違うんですよ。全然違いますね 本当で物量で来られたらもうかなわないぐらいの状況に追い込まれてるんだとで,で追い込まれてあの沖縄や南西諸島の実効支配がだんだん奪われていくと何が起こるのかっていうと、ね、日本に対してものすごい親日的な台湾は見捨てられていく。 でせっかくッ、ね、タという余市も含めて戦前の、ね、日本人の、ね、活躍を一生懸命沖縄の若いあ台湾の若い人は語り継いでくれるし大東亜戦争だってやっぱり日本の、ね、共に戦ってよかったと、ね、あのに日本人と共に戦った台湾人を、ね、誇りに思うというふうに記念碑まで作ってくれるそういう台湾を、ね、結果的に見捨てることになってしまうという状況に今あるんだと。うん まあいうことなので、そのまあ、繰り返しますけど、アジアの平和と安全を守るためにも、防衛費の GDP2% ということを、やっぱり、まあ、繰り返し言いますが、あの本当に考えていかなきゃいけないんだということでございます。台湾、あの台湾 B 級の方々、いっぱいいらっしゃると思うんですが、ぜひともですねあの台湾を守ろうという人たちも、一緒にですね防衛費 GDP2% を言っていただければというふうに思っている次第でございます。はい 台湾の問題も今聞いている限り本当に深刻だなという素直な感想ですけれども日本の政府ももっとその3月11日の慰霊のこともそうですけどもっと考え台湾のことをもう考えてほしいなと素直に思いいままししたた先生あありりががととううごござざいました。